皆さんこんばんは、みとくです。ルイージマンションを続きやっていきたいと思います。はい、前回はテレサをね集めに行ってたんですよね。うん、でなんか火のエレメントっていうのをちょっと使えるようになったので早速使ってみたいと思います。ここに火をね灯せそうなので灯してと、よしよし、あ、いい感じじゃないですか。ここもね、灯しちゃいましょう。なんかとりあえず灯せるところはどんどん灯していきたいんですけど、ちょっとね、減っちゃった、すごい減っちゃった。あ、消えたんですけど、ちょっと待って、え、もうない、いるじゃん。よし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 、ちょっと待って、なんかね、こうメーターがね、すごい減るのが早い。こっちはついてるね。じゃあ、全部灯したので、行くか、行こう。はい、じゃあ、ここも灯しときますか。ね。はい。まあ、明るいところに、お化けは来ないのことで。出た、鍵出た、ね。左ですね。 OKOKOK。 で、ここももう一回灯しとこうかね。よし、OK、行きましょう。なんか光ってる。あ、ここも光灯せるんじゃないですか。あ、関係ないか、関係なかった。行こう。これで、あー、なんか分かってきたかもしれない。ちょっと一個気になるのがあるんで、こっちに、これ、この敵もしかしてじゃない？絶対そうでしょ。ほらほら、木を見ると体が動いて、これなんか出てきたけど、何でかいよ。この人何なんだよ。どこ行くんだよ。え、な、痛い痛いっつってるけど。え、ちょっと待って。ああ、もしかしてこれ見るんだよ。やっぱり。骨董品ではなさそうだな。じゃなくて。あれ、いなくなっちゃった。なお。あれ？いなくなっちゃったから、まあいいか。めちゃくちゃ声だけすんだけど、な、いや気になるな。よいしょ、気になるんで、ちょっと、おー、ビビるっつうの。あ、こっちまだ行ってないですよね。あ、びっくりした。はい、ここが新しい部屋ですね、おそらく。よし、おお、あ、怖い、やだ。はい、まあとりあえずろうそく系は全部火つけていきたいですね。でもエレメントがなくなっちゃいそうなんだよな。雑巾吸いたい、雑巾。よいしょ。はい。やばい。取り憑かれる。やだ。うざい。2匹出たときがめんどくさいですね。この辺はなんとか OK。で、鍵じゃないですか。おお、ちょっと、おお、
大量に大量に、おお、これはいやー現実だったらいいのにみたいな。あー、うそ、あれ吸わなきゃよかった、超無駄。あー、なんか待って、テレサいる、テレサいる、待って、大きくなってからじゃないと吸えない。この辺にテレサが、お、いた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 、偽物かーい。腹立つわー。ここだ、ここだ、いた、来た、逃がすかこの野郎、逃がさん、絶対に逃がさん、よし。素晴らしいの、わしの発明したオバキュームは。よし、テレサと今までのデータを送ってくれと。気をつけてな、ルイージ君。なんだかんだでもう10匹集めてますからね。お、マリオの帽子じゃないですか。おー、ほんのり兄さんの、兄さんの匂い、兄さん、どんな匂いがするんだ、マリオの、マリオの匂い。そんなことはどうでもいい。そんなことはいいから行きましょう。で、ちょっと待って、上が行けないのかな、うん、暗っ、うん、ここ、あ、ネズミがいるんでネズミ吸いましょう。あ、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 エレメント、エレメント、ネズミを退治しちゃって、無限湧きとかじゃないよね、ネズミ。無限、無限だったらちょっと厄介だな。これあれかな、エレメントで倒せって感じの。おお、おお、いいね、なんかお札が舞う、舞うのってなんかいいよね。リッチな気分になるんだけど。まあいいか。お、なんか引っ張れる。よいしょ。エレメントがめちゃくちゃいるんですけど、これはね、きっとね、火を使うんじゃないかな、どっかに。あ、これあれじゃない、この火で燃やせとかそういうこと。違う。違った。な、なにこれ、なにこれ、え、説明なしですか。説明ないの。炎で何かするんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょうか。特に何もできそうにないですかね。特に燃やせるわけでもないし、何もできないですね。ちょっと火がやばい、火が見えてきた。いやー、でもなんか何もないってことあんのか。ただ火補充できる部屋ってだけかな。ああ、ハート出た、びっくりした。ちょっと待って、ハートが逃げるんだけど、とりあえず全部トントンして何もなかったらちょっと別の部屋行きますか。特に何もないんですかね。でも電気があるのに、電気が、この電気がどうにか、電気つけたいんだけど。ちょっと待って、この上の動機がすごい気になる。上の動機取りたい。特に、あ、取れないのかな、わかんないね、ここまだなのかな、上行けるのかな。いやいや、アホ。あ、くそ、笑われた。くそー。
そっちじゃないんかな。だって他にね、行けるとこないですよね。上燃やすのかな。上燃やしてみるか。燃えない？雑巾燃えない？燃えないか。燃えないのね。他にできることはないのか。でも何にもないってことはない気がすんだよな。あ、このエレメントを吸うとマックスになるから、特に何もないのかね。そう、何もないってことあんの？他に行けるとこあるかちょっと見てきますかね。ここにね、ずっといてもしょうがないし。行きますか、じゃあ。ただ鍵がないので、行けるとこないと思うんですけどね。ちょっと待って。だよね、行けるとこないと思うんですよ。まあいっか、とりあえずちょっと、おお、怖い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 。あ、ここにヒートを押して、こっちの部屋も火灯すとこがある、あったかな、ないか、ないですね。行こうかじゃあ。やばいよ、行くとこなくなっちゃった。おかしいな。おお、こっち行けたっけ。あ、ここか。なんか火消えてるしね。マリオ、おや。ハート、ハート出た、ハート。吸えることはない。吸えないこれ。ちょっと待って、本当にわかんないからこっち。もう一回戻ってきちゃったけど。火はね、全部、ま、あ、全部じゃないや、火はマックスだから、このお化けも出なくなっちゃいましたね。よくわかんない、どうしよう。行けるところがないぞ。開かない。ここも明るいし、こっち火つけるとこあったっけ。ないよね、ないんだよね。やばい、積んだ積んだんですけど、うざいのよ。なんかね、この人がね、気になるんだけど、非常に気になるんだけど、この人、ちょっと待って、雑魚を倒してから。多分さ、これ、あー、やだ、ちょっとちょっとちょっと、やばい。で、あ、違う違うって。そうそう、これこれこれ、さあさあさあ、やば、
サーチができない。あれどこ行った、どこ行った、どこ行っちゃった。おあれ、あ、いた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 。サーチが効かない。ちょっと待って、どこ行っちゃった、おじさん。あ、いた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 。多分この人倒さなきゃダメなんじゃないかな。なんかめっちゃ追っかけてるけど、どこ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 、いたいたいた。あー、待って、あ、そういうことか、この人の部屋だったんだね。なるほどね、そういうこともありえるんだ。なるほど、あ、だからここにエレメントが、火のエレメントがあるんですね。なるほどね、ちょっと難しいよ思った以上に難しいよ。そういうことですか。はいはい、まあ分かってしまえばこっちのもんですよ。いや、まさかこの辺の住人があんなところに出てるとは思わなかったから。っていうかね、あれがボス、ボスじゃないや、あの倒さなきゃいけない敵だとは思わなかった。よし進める、やっと進める。わー遠いな、上の方か。でテレサがいるみたいなので、どこ、この辺、いた、逃がさん、出してたまるか、やばい、え、逃げられた、さあ。棚の中に隠れるって言ってたよね。偽物？偽物か。あー、逃げられちゃったってことか。くっそ悔しいな、うん、ここにいる。この部屋にいる。この部屋のどっかにいる。この辺に。トントンするのかな？どこ？分からん。テレサ。あー、意外とめんどくさいんだね、テレサってね。この辺？この辺？この辺？わかんないんだけど。トントンするのかな？いや、ちょっとこんなにテレサがめんどくさい敵だと思わなかった。ここか、違う、ここだろ、あれ、テレサって移動すんの、もしかして。めんどくさ、あ、来た、隠れるんだね、こいつ、なんてやつだ。そう、テレサめんどくさい。ふぅ、いやー、くっそめんどくさいな、テレサ。どうしよう、行けないかな、次の部屋。ちょっともう結構いい時間なんですよね。どこの部屋の鍵手に入れたんだっけ。あ、上か。ちょっと見たいですよね、次の部屋どんな部屋か気になりますよね。どうしよう、次回にした方がいいかな、次回にした方が面白いんだろうなと思うけど、まあそこはもう行っちゃう行っちゃうぜ。トントン、あー、これなんか難しいんじゃないの。全部の楽器を鳴らすとか、あー、すごい、マリオの音楽、やばーい、素敵素敵素敵。あとピアノ弾く、
ピアノは鳴らない？ピアノは鳴らないみたい。おお、お金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 が舞う。ちょっと待って、お金がストップしてる。素敵素敵、音が素敵。ピアノはなんか弾いてくれないんですね。あ、ここに楽器がもう一個あった。あー素敵。あ、出てきた。私の名はピアン、人は私を華麗なるピアニストと呼びますわ。素敵な演奏でしたわね。久しぶりに感激しましたわ。あなたとっても音楽的な才能をお持ちなのね。私のピアノソナタもぜひ聴いてほしいものですわ。では行きますわよ。おー、いいじゃないですか。うん、お化けにしては。ところで今の曲何をイメージしたか分かります？分からないですわ。むかー、全然違いますわ。うん、あー、なんか分からないんじゃダメなんだ。めんどくさいね。冷やしてこいって言ってたもんね。じゃあ今回ここで、うわ、やば、終わりたいと思います。セーブしに行きます。はい、ご視聴ありがとうございました。次回はあのピアニストを退治するところからやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。さよなら。